テコンダーパクの新カウンター。イエーというわけで今回は、この世で一番強い技がチョップだということをお前らに教えてやるぜ。ケンシロウは飛行なんて使わなくてもチョップでサウザーを殺せたよな。そんでだ、まずは基本事項。武術とか格闘技とかをやったことがないごく普通の人の場合、チョップ、つまり人打ちよりも拳を使ったパンチの方が強いと思っている人の方が圧倒的に多かったりする。パーよりもグーの方が威力ありそうだからな。しかしだ、実は人間の手というのは細かい骨の集合体で、拳で物を殴った場合、この中指骨と呼ばれる細い骨に反発力が集中してしまう。だから額などの硬いものを拳で殴った場合、この中指骨を骨折してしまうことがよくあるんだよ。ボクサーでも、バンテージでがっちり固めた剣にグローブをはめて手さえ骨折することがあるっていうもんな。それに対してこちらの手根骨と呼ばれる骨群は非常に丈夫だ。だからこいつらを打撃に生かさない手はない。だから骨法のメインウェポンは翔だなわけだよな。そうだね。堀部先生は喧嘩で拳を痛めた経験から翔打を編み出したと言っていたね。まあ翔打もいいんだけど、今回紹介する人打ちは手根骨の短点を使うから、翔打よりも打撃部に当たる面積が小さくなる。だからその分圧力が大きくなって威力が増すって寸法よ。一応理科の基本知識だけど、圧力ってのは力のかかる面積が小さくなると大きくなるからな。さて、それじゃあ具体的にどう人打ちに行くかなんだけど、実際問題、空手の試合で人打ちって誰も使ってないよな。伝統でもフルコンでも、私は使ってるのを見たことはないな。実はキックボクシングやグローブ空手でも人打ちは OK だったりするんだけど、バックブローの時に剣の代わりに手刀を使う以外で、手刀が使われることはめったにないね。それだけ手刀は使いにくいと思われてるわけだよな。ルール上の問題もあると思うしね。ただ、私としてはそこにはやはり技術上の問題も入ってくると思う。どういうことだ？例えば空手の場合、手刀打ちはテイクバックを取ってから切りつけに行くような動きになっている。このやり方だと、手刀を振り上げた時に動作がテレフォンになってしまっているだろ。相手に、行くぞ、と知らせてしまっているな。なのでこのやり方はあまり現実的ではないと言える。実際にやってみると大体こんな感じになる。動作が二動作になってしまっているので、振りかぶった時に相手のカウンターが飛んできてしまうわけだ。要するに出が遅いと。出を速くするためにはどうするか、それにハウデを無知化する必要がある。ムチの手元を一瞬クイッと動かせばムチがポーンと飛んでいくのと、同様の要領で手刀を繰り出せば、振りかぶるのと振り下ろすのを一動作にできる。同じ要領で軌道を変えて水平方向を打つこともできる。外から打ちと打ちから外、両方いける。こんな感じでミットを打ってみよう。ちなみに手刀を打つとき、こんな風に指を揃えるとかえって手刀は脆くなる。打つときは自然に指を開くようにして、手のひらの根元の部分で打つんだ。空手バカ一代でもそんな感じのことを言ってたよな。まずは通常の上から下への手刀打ち。お次は外から打ち。そんで内から外。とまあこんな感じで使っていくわけだが、ここまではいわば準備体操に過ぎない。ようやく本気を出すのか。そんでまあ本気を出す前に押さえておいてほしいのが、毎度おなじみ A ライン、B ライン、ライン取りの概念についてだ。今日も元気に出てきたな。右上に説明動画のリンクを貼っておくぞ。で、軽く復習。お互いの正中線同士を結ぶ意識のラインを A ライン。自分の両サイドから相手の顔面あたりへ向かう意識のラインを B ライン。A ラインのものが B ラインのものに対して、A ラインの戦いへと持ち込むテクニックをライン取りと名付けた。そして、今回やっている手刀打ちはこのライン取りと組み合わせることで絶大な威力を発揮する。で、そのことを説明する前に、ちょっと非科研の技について紹介してみよう。あの腕を風車のように振り回す武術だな。そうだね。腕を振り回す関係上、手刀打ちを多用することが多い武術だ。なんか八極拳のおまけとして扱われてしまうことが多い流派だよな。
まあそれはともかく、まずはじめに紹介するのがこの混録性という形だ。一体これが何をやっているのかというと、体中をねじりまくることで、体内にバネの力を蓄積している。それはあたかもゴムプロペラ機のプロペラをねじって、ゴムにバネの力を蓄積させているような状態だ。ラバーメン、ゴム人間。そして、この混録性の状態から一気にバネを解放して人を叩きつけに行く。この動作のことを、単壁手、と呼ぶ。歯科研の基本中の基本技だ。同じ人を使う技でも、空手の人打ちとは全く動きが違うな。今の単壁手の軌道を変えて、横、やや斜め上くらいから叩きつけに行く動きを、開門法、と呼ぶ。開門法は相手の鼓膜や三半規管を破壊する危険な技だ。格闘技の試合じゃ使えないな。開門法の時に相手に当てていくのは、手のここら辺の部位だ。勉強になるな。そして今の開門法とはほぼ逆の動き。内から外へ水平に腕を振り回すようにして、腕の甲側を相手に叩きつけるようにするのが、小風手、だ。開門法とコンビネーションで使っていくことが多い。右の方を殴ったら左の方も殴れということだな。とまあ以上が歯科研の基本三手と言われるものだ。これを踏まえた上で、話はライン取りへと戻る。例えば普通の突きの場合、攻撃範囲は、点、となるわけだけど、人打ちのような攻撃は、面、で攻撃することができる。前蹴りと回し蹴りの攻撃範囲の違いみたいなもんだな。だから突きよりも人打ちの方が攻撃を当てやすいと言えるんだけど、軌道が大きいからそのまま使っても、直線的な相手の攻撃の方が早く当たってしまう。そこでだ、先ほどの無知化された人打ちをライン取りに使う。もちろんそのまま打撃技として使っていくこともできるわけだけど、ライン取りという意味を持たせることによって、戦術に奥深い変化を与えることができるわけだ。ふむ、これならカウンターを食らわずに、相手を面で攻撃していくという主闘の特性がフルに活かせるな。さらに、実は混録性からの主闘打ちの動きは、大きなライン取りにもなっているんだ。混録性も歯科研の方の最初に出てくる動きだから、他派の方の例に漏れず、ライン取りの動きになっている。武術の方の第一動作はライン取りであるという鵜主の説がここでも示されてるな。せっかくだからアドリブで歯科研の技を出してみよう。さっきから説明してるライン取りやらなんやらを活かして歯科研を使うと、こんな感じの戦い方になる。歯科研でここまで見せてくれるのは鵜主だけだと思うぞ。というわけで以上なんだけど、最後にちょっとおまけ。以前に中国の大型デパートで、カンフー対テコンドーの大乱闘が発生したと報道されたことがあるんだけど、その時流れた映像で、ちょっと興味深いものがある。画面左の黒い服の人の動きに注目してくれ。ここで使われた技は、相手の襟首を掴んで腕を振り当てに行くんだけど、相手は首をすくめてかわす、しかしそこからさらに追撃をしてぶち当てに行くというものだ。それがまあ今回やった、ライン取りして開門法から小風手への動きにそっくりだなと。やはり喧嘩で使いやすい技ということだな。同様の技は南波剣術の再利物剣にも存在するよ。ということで以上。終わり。閉廷。解散。やめたらこの仕事。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。